皆さんおはようございます。斉良平です。今日はですね、もう朝からなんかいろんなニュースがあってですね、ニュースはあんまり今見ないんですけど、たまたまちょっとつけたら、まあ不安になるような情報がいっぱいね流れてきます。本当に不安って何なんだろうと思いますけどね。まあその時にハッと思い出した言葉があって、うちの師匠、うちの先生ですね、96で死んだんですけども、死ぬ時僕会ったんです。死ぬ前にですね、会った時にいろんな言葉を言ってくれたんだけども、その中でなんかハッと今は考えりゃ、その時なんじゃそんなもんか、な何それみたいな感じで思ってたけど、今考えたらはーって思った言葉があって、まあ、その中いっぱいある中の一つですね、まあ、96まで生きて、私ねすっごい長生きしたんだけどって、まあ、96まで生きてからですね、私すっごい長生きしていっぱい不安があったんだけど、そのほとんどが現実にはならなかったよって言われたんです。はははは、ってその時言ったけど、ああそんなもんだなと思いました。前の YouTube でニュース見てると不安になっちゃうから、ニュース見ない方が人って頭の中がポジティブになりますよって言ったけど、まあ僕にもいっぱい不安があります。まあ、コロナもあれや不景気もあるしでって言っていく中で、みんなどうするんだろう、この会社もやっていくしどうしていこうって思って不安になっていく時に、ふと、私が長生きしたけどいっぱいの不安抱えたんだけど、その不安の、ほとんどが現実にはならなかったよって、なるほどなと思いました。ちょっとね落ち込む時もあります。でもまあそういう時ほどパッと思い出してみてください。今まででね、私たちが96まで生きなかったのにしても、40年生きてきても、ああそうだなと思います。なので、不安になったこと、そのほとんどは現実にはなりません。きっと大丈夫です。そのことをただ伝えたかっただけです。今日も元気よく皆さんいってらっしゃい。お気をつけて。